トマト栽培のハウスの中で作業をしているのは奥州市の高橋康史さん38歳です。去年まで首都圏で接客の仕事をしていましたが、農業への志を抱くようになり、この春から地元の専業農家で農業の勉強をしています。康史さんのご家族は両親と妻、子供の5人。自宅から車で20分ほどの高橋浩一さんの農地で朝7時から7時間ほど働いています。康史さんを受け入れている高橋浩一さんです。浩一さんは田んぼ25アールのほか、トマトやキュウリ、リンゴを栽培しています。7月からの主な仕事はトマトの世話です。食べるものをいつまでも他の人に頼ってないで自分で作ろうと思って、セミの声とか、うん、夜はカエルの声とか聞きながら仕事できるっていうのは楽しいです。浩一さんは康史さんに作物を観察する目を養ってほしいと言います。農家じゃない人も農業やれるという産地になっていければ本当に頼もしい存在だと思います。奥州市では新規に農業の担い手を育成する取り組みを行っています。現在支援事業を受けている人は5人。これからも関係機関と協力しながら支援に当たることにしています。康史さんはすでに農地やハウスを借り受けることが決まっていて、来年から自分で農業を始めます。第一に家族を幸せにするということがあります。で、まあ、それが果たせたら夏の野菜は僕たちに任せてくださいと言えるような農業をしていきたいと思ってます。康史さんの目指す農業は始まったばかりです。